こんにちは、こんばんは。こんばんは。あ、たくさん来ております。今日もムーンご参加いただきありがとうございました。ヤッホーと。いや、先ほどムーンで桜餅の、あ、センちゃんも見てくれている。センちゃん、ヤッホー。あれ、今日センちゃんってモーニングだったりする？どうなんだろう。見てくれてありがとう。そうなんです、ムーン終わってから久しぶりにインスタライブしてるんですけれども、皆さんから桜餅を食べるインスタライブ配信をしてほしいって伺ったので、今見ております。ありがとうございました。スタッフさん、今日ありがとうございました。桜餅あ、お疲れ様ですと。こんばんは。センちゃんも見てくれている。これなんですよ、今日の商品が。桜ミリオネアでゲットした商品。あ、アイリンさんも見てくれている。ありがとうございます、アイリンさん。今日はゲットしましたよ、桜餅。可愛くてはいなさそうですね、ちゃんと消毒して皆さんに見守っていただける配信、温かいですね。桜餅を食べるだけなのにちょこっとちょこっとね、時間を作らせていただきます。乾いてる感じはしないですね。山口さんと仲良く食べようかと思ったんですけど、1個だけということですいません。山口さん私食べていいんですか？山口さん、ちょっと映りませんか山口さん、映っていただきました。こんばんは皆さん大好きな山口さんですよインスタライブ出られたこと結構ありますか？なんかたまに見かけるんですよね。一回、はい、レナさん の虎、あ、ありましたよね、虎手袋、はい、あれなんか一昨年、一昨年、あ、じゃあ一昨年っきりですか、もしかして。そうです、いや、喜ばしいことですすいません、ね、番組終わってから呼び出してしまって。いやいや、とんでもない。ゆっくりと。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。山口さんでした。山口さん、いつも優しいですよね。あ、レアな出演とコメントいただきました。こんばんは。じゃあちょっといただきますね。あれ、桜餅って葉っぱ食べないですよね。どうでしたっけ？食べない。食べないですか。一応、ご丁寧に、スプーンとフォーク用意いただいたんですよ。桜餅ってフォークとか使えますっけ？これもオーディエンス使いたいですねで、どう思います？皆さん、オーディエンスで答えてください。桜餅は素でフォーク、スプーン3択です。オーディエンスお願いします。どうですか？使わないですよね、きっと。使わない、使わないって。じゃあいただきます。素手でいきますね。美味しそう。久しぶりです、私桜餅。以前桜、梅桃桜クイズでも桜餅の質でありましたけれども、まさか食べる時が来るとは。え、葉っぱも食べるんですか？本当？どっちでもいけるんですか？あ、じゃあちょっと葉っぱもいただきます。あ、まず匂いを嗅いで、いい香り、いただきます。あかりさんからもこんばんは。お久しぶりです。ありがとうございます。夜見ていただいて嬉しい。おいしい。あんがたっぷり入ってます。やっぱり桜餅はこうでなくちゃ。甘いあんに葉っぱがしょっぱいので甘じょっぱさが際立ちますね。かしわ餅は葉っぱは食べないけど、桜餅は葉っぱも食べるんですね。調べたけど食用でした。大島桜の名の葉の仕向けと、ありがとうございます、教えていただいて。そうなんですか。やっぱり調べると面白いですね。大島桜の、そうなんですか、葉っぱの塩漬け。葉っぱがちゃんと決まってるんですね。馬、
檜山なんか以前ゆいちゃんが何回馬酔い言うかっていう動画がありましたね。チョコの美味しい、夜の時間食べる桜餅美味しいです、このインスタライブの後桜餅買いに行くってどこにありますか？コンビニありますかね今の時期。バナナマンの日村さんは柏餅の幅も食べるんですって。本当ですか？そうなんですか？柏餅の葉っぱってもっと硬いですよね多分ね。美味しい。スペインからほらあとほらコンビニでも確かに和菓子売られてますけれどもあんまり見かけたことないかもしれない。やっぱり和菓子って優しい味がしますよね。柏餅は多分食用ではないですよね。美味しい。お茶が欲しいです確かに。でもお水で私はもう満足ですけど。今ちょうどどんどこどをプレイしててありがとうございます。私も今ずっとやっていて、あの今ゲームセンターの UFO キャッチャーにずっと変わってやってるんですけど、リアルだとあんな、あ、宇野沢さんもありがとうございます。こんばんは、遅くにありがとうございます。リアルだと UFO キャッチャーそんな得意じゃないんですけれども、龍が如くの世界だと意外と取れて猫ばっかり集めてました。柏餅初めて見に来たけどアベマの代金に出てる方ですか？そうです。そんな出会いがあるんですね、ありがとうございます。そうなんです、あのアベマの代金空気予報をイブニングキャスターが担当していて、今日はアイリンさんですねとなってるんですよ、ね、そういった出会いもあるんですね、ありがとうございます。すごいアベマから知ってくださってました、すごいですね、ありがとうございますね。いろんなゲームもやりたいですけれどもね、最近スペインにも和菓子多くなったんですね。どんな和菓子が多いんですか？嬉しいですよね、日本食を食べてもらう機会があるの。これは、桜餅です。桜餅、今桜餅食べてます。あ、すごい、 What are you eating? I eat 桜餅 today もぐもぐ、格ゲーおすすめです。すごい、桜餅とゲームの話題二極化しましたね今ね。夜中何人ぐらいいるんですかって、あのこのフロアですか？もうずっと常駐してますスタッフさんが、あの夜中も地震が発生してしまったりすることがあるので、基本スタジオには誰かいますね。美味しい。桜餅って英語でなんて言うんでしょうね。なんて言うんだろう、調べてみますか。葉っぱ食べれます。葉っぱも食べられる日本の和菓子。なんて言うんだろう。今ねパソコンで調べます。桜餅。でも桜餅は英語で桜餅じゃないですか。桜餅でした。チェリー餅ってきてる。でも調べたら桜餅ですよねやっぱりね。だけどなんだろうね、
うちの地域は葉っぱ残してましたと。あ、そうなんですか。場所によって、でも確かにそうですよね。以前アンケートで伺ったら確か、うん、場所によって葉っぱ食べる食べないって聞きました。和菓子は芸術みたい。そうですよね、伝統な伝統的なお菓子ですよね、うん、ライスケーキだ。ライスケーキ、お餅の略ってライスケーキなんですね。だからなんて言えばいいの、チェリーブロッサムライスケーキ頑張れば、頑張って英語に直したらチェリーブロッサムライスケーキになります。うん、じゃないですか。きっと美味しかった。日本食についてもっと知りたいですが、美味しい日本食のおすすめ教えてください。え、やっぱりお寿司じゃないですか。え、皆さんだったらどう思いますか。結構あの海外の方今見てくださってるみたいで、あの日本にお住まいの皆さん、美味しい和食について話し合いましょうえ、私としては日本食だったら、うん、鍋とかお寿司とか、もし茨城に来るってなったら、伺えるんだったらあんこう鍋がおすすめですね、この時期。うん、握り寿司がやっぱり美味しいんじゃないですか。東京観光だったら築地のお寿司とかじゃないですか。もちろん納豆もおすすめ。え、だけれども、あの最近あの大学時代寮に住んでたんですけれども、その寮に住んでたあの友達がいるんですよ。あの確かアメリカ出身の人なんですけれども、あの納豆を大学時代お土産であげたんですよ。そしたら最近になって、あの時の納豆をすごい味が苦手だったけど、あの君があのプレゼントっていうから頑張って食べたんだってなんか言われてまあそりゃそうですよね。やっぱり人によっては苦手ですよね、きっと。私は申し訳ないことをしたなと思ったんですけれども、でもあれをきっかけに最近は納豆を食べられるようになったんだって言ってくれました。優しい。こんばんは。和牛カツもいいですね、うん、なので納豆は今好きになったんですって。最初は辛かったけど今好きということでした。お疲れ様です。あ、本当だ、もうこんな時間なんですね。もうそろそろ私も開きにしないと。なので最近でも一応交流はあります。で、龍が如くでまた LINE してくれて、あのさやさんですかって言われて、そうですよって言って、また交流が始まりました、うん、そろそろ遅い時間ですからね、皆さんも夜早めに寝ないといけませんもんね。ありがとうございました、うん、ではでは、今日もありがとうございました。突然なのに1000人以上も見てくださってありがとうございました。皆さんも早めに寝てくださいね、うん、あとあのちゃんとあの皆さんと交流できるようにまたこういった機会を作らせていただきますので。よくね、本当英語のコメント目立つんですよね。ちゃんと英語勉強しないとと思いつつありがとうございました。では、あ、桜餅はもう全部食べました。なくなりました。ではでは、おやすみなさい。今日もありがとうございました。おやすみなさい。ぬぐぐして、ねんだどうとぬぐぐしてお過ごしください。バイバイ。